前回モテの集中と分散について、お話ししました。今日はですね、まあ、ちょっとそれの続き、似たような感覚なんですけど、女の人の悩みはですね、いい男はみんな既婚者だっていうことですよ。いい男はみんな結婚してる、あるいは彼女もうすでにいるしみたいな感じでね、残ってるフリーのいい男がいないっていうことは女の人の悩みですよね。確かにいい男で残ってる人はあんまり少ない感じしますよね。かたやですね、女の人はですね、すごいいい女、ね、どこも別に欠点がないっていう人がね、結構残ってる人が多いですよね。40代で結婚しなくてね、自分で選んで結婚しなかったのかもしれないんで、まあその人の生き方として尊重した方がいいんですけど、でも確かになんていうか、もし結婚したいってことで言うと、いい男はあんまり残ってないのに、いい女は意外と残ってるっていう、この感じって実際に感じますよね。男と女はちゃんと同数いるじゃないかと。そうするといい男の割合と同じぐらいの割合でいい女もいるはずだ。なぜそんなことが起こるのかと、坂井淳子さんの本の中に、こう女の人の考え方が上位婚志向である。上位婚っていうのはですね、自分より上の男と結婚したいっていう考え方、これは上位婚志向っていうことを言ってまして、クラス20人ぐらい男と女がいると考えますかね。女はこう上位の男をこう狙っていく、上位の人とこう結ばれていくっていう、上位婚がうまく成立するんだとすればですね、確かにこう上の女の人ってどこ行けばいいんですか。行くところがないですよね。まあだから女の人は年収700万稼いじゃったら、それ以上の男と結ばれるのすごい難しくないですか。上位婚志向で上の男と下の女が結ばれるんだって、こういう考え方で言うと、確かに男は下の方がごっそり残るんですよね。上の方で女はごっそり残るっていうことを坂井淳子さんは言ってます。それからですね、また別の説なんですけど、2チャンネルからですね拾ってきた意見として、藤沢和樹さんが紹介してた、まあ、ちょっとここにさっきのですね、女が10人並んでる、こっちが男が10人並んでるとしますよね。からいい男順、いい女順にですね、上から1番から10番までこう番号をつけていくとしましょうか。前回お話ししたように、男のモテは集中するっていうやつですよ。女の上位 1,2,3 は1番の男が好きだって言ってこう行くわけですよね。で、男は3人を味見して、その結果1番好きな1番を取ったとしますね。から2番の男は4番と5番を味見して、4番とくっついたとしますね。で、そうすると2番と3番の女の人が振られるわけですよ。5番が振られちゃうわけですね。で、この振られた女の人はじゃあつって下の人に行けるかっていうと、もう一回ここで上の人と一回付き合ってるんで、プライドができて基準ができるんですよ。私は本来あのレベルの男じゃないと付き合いたくないみたいな感じで基準ができてしまうから、下の人に行けないと。そうするとですね、3番4番5番の男はこっち側の6番7番8番の女の人と付き合う。これはちょうど上位婚、坂井淳子の上位婚と同じですね。で、付き合って結婚できるというようなことになると、男はですね、6番から下5番、5人が全部ダメで結婚できなくなっちゃうんですね。だから女の人はですね、9、10が残る。だけど2番、3番も残る、それから5番も残るっていうような感じで、坂井淳子さんの上位婚の考え方と藤沢和樹さん説でいう、このなんとかモテの集中説を合わせて、この上位の人が残るっていう話がですね、非常にリアルですね。まあこれでほぼほぼ正解なんじゃないかと自分としても思ってるわけなんですけど、女の人がですね、この2番3番でいた女の人が一回いい男と付き合っちゃった時に基準を落とせなくなっちゃうっていうことが、確かにそんな感じがしますね。じゃあそれで、そこから脱するにどうしたらいいかっていうことを考えるとですね、こっから私の意見なんですけど、人間は成長すると、人間は変化すると、この辺はやっぱりよくよく考えたらいいと思うんです。20代の時魅力のある男と、30代の時魅力のある男、40代の時魅力のある男、
まあ、少しずつ減っていくんですけど、ずれてってんですよね。高校生の時に人気あった男と小学生の時に人気あった男、全然違うんじゃないですか。モテるこう、なんていうかな、視点がこう変わっていくわけですよね。過去のことが忘れられなくて、昔いい男と付き合ったっていう、あの男が良かったからそれ以下の男と付き合いたくないわっていう気持ちをよくわかるんですけど、それはその時の基準でその男を見てただけの話ですから、5年後10年後はその男も自分も変化するわけですよ。人間は自分も変化するし向こうも変化する、成長するんだっていう風にして考えると、まあ過去の基準で負けたとしてもやっぱりこの後は違うわけですよね。男は変化するんだと、成長株を狙うべきだ。今は冴えないかと思う男、下だと思ってあなたは見てるかもしれないけど、5年後10年後あるいは20年後に伸びる男ってのは必ずいるんで、そういう男を見つけていくっていうことができないかと。じゃあそうすると伸びる男ってのはどういうふうに見つけるかっていう話なんですけど、それはまた次回やりますか。できる男は不倫する、幻冬舎から出てます、新書版サイズで中身は漫画に、コラムがついてます。これ不倫の本じゃないんですけどね、ビジネスの本です。不倫自慢と思われてちょっと泣き入ってます。